君がタモガミ閣下がいいって言うら、いくらでもね、タモガミさんのとこ行ってこいや。別にここに来なくていいつって言ってるんですから。桜井しつこいですからね、統一教会を許しちゃいかんのですよ。日本人をバカにしね、天皇陛下をね、殺すとか言ってみたりね、で日本人は戦犯だから常に朝鮮人にね、貸し付かなきゃいけないとか、ふざけたこと言ってですね、ほんで、挙句の果てに霊感商法でしょ。だからこいつらを許しちゃいけない。 だからその統一教会とつながりがあるんであるならば、そんな人間は出る資格がないと私は思っております。選挙にそもそもそういう人間が出ちゃいけないんですよ。どうしても出るっていうんであるならば、統一教会と縁を切ってからね、出るべきなんです。ね、3坪と、でももう今ね、勢いがなくなってきましてね、ざまみろですけれどもね。 周りに統一教会とか、その、いろんな宗教団体が寄ってきてるっていうね、意味不明ですよね。え、うんね、三坪刀は宗教関係ないですよね。だったらあんたのところの、あの、あれで聞きゃいいじゃん、神谷に。神谷にね、君聞いてごらんよ。神谷自身が自分のブログでね、統一教会こそ本当のね、主主義だって書いたの、あいつですよ。で、それに対して一切説明しないんですよ。 天皇を殺せと言ったですね、統一教会が本当の保守思想だと言ったのは神谷っていうおっさんなんです。そのおっさんの発言を君はもう一回見直すべきなんです。で、その上で聞いてくださいって言ってるんですよ。いや、本当にね、あの、信者っていうのはね、あんた昔こういうこと言ったでしょその昔こう言ったことっていうことをなかったことにするんですね。本当にふざけてますがね。 いやもうね、宗教に絡んでいかないと、政党を大きくすることができない。だから自民党だってね、神社本庁とくっついてるじゃないですか。神社本庁は基本的に自民党支持ですからね。で、公明党は優に及ばずでしょ他の政党もみんな同じなんです。で、桜井先生はどうかって言ったら、その宗教ボロクソかすに言っているという <laughs> もう、宗教を認めるわけにはいかないと、堂々と言っているというですね。